はいどうもみなさんこんにちはえー、っと昨日からね放送を再開させていただきましてですねまあ2ヶ月ぐらいねお休みしてましてですね放送をねはいえー、っとまあまああの昨日の動画音源でも言った通りちょっとねあの放送で話すようなことではない でえっと、あの親しい方には、えー、お伝えした人もいるしこれからねまたちょっとお伝えする人もいるかもしれないですけどまあちょっとねあの放送で言うようなことじゃないよとであのいやいや陣内とそのそれはそういうのは言ってくれよとそういうの言ってく方でしょみたいなことを言って てくれるとしてもこれをじゃあ言ったらえっとそれは言わない方がいいんじゃないのって多分皆さん言うと思うから言わない <laughs> で、えー、だからまあいろいろあったんですよ人生はねいろいろあるの本当にであのまあ皆さんもいろいろあると思います言えること言えないことでまあ僕のね人生にもいろいろなことが大きい えー、でもまあ一つ言えるのはもう人生を結構変えるような出来事だったかなと思いますよ。でそれは良くも悪くもというかそれをよ,よ,いよくするか悪くするかはえっとそのこれからの僕の生き方が、えー、証明していくというかそれをよ,よ,よ,いよきことたらしめるというかまあそれね僕以前そのノートの有料記事でも書きましたけど。 それ,それを正解たらしめるっていうのが、まあ、僕のこれからできることかなと思ってるんであの全力で正解たらしめていこうと思います。えー、でねその内容は言えないにしてもえっ、ー、と何だろうなまあいろんなね、まあ、疲れたんですよとにかくでいろんなことが大きすぎてさ、まあ、例えばだから皆さんその例えばすぎるとよくないな近すぎる例えばよくないんで <laughs> えっと <laughs>。 例えばそうだなえー、っとじゃあこれはどうあの例えばさそのえ車運転してて交通事故を起こしましてでもう車全損になりました幸い死者けが人はいませんでしたがあの器物破損してしまってみたいなあでもまあ保険で降りるかそういうのは。 でもとにかく、ま、そんなことをさ、起こしたら、ま、疲れると思うんですよ。保険会社に連絡したりとかさ。ね。いろいろ疲れると思うんですよ。そんな感じかな <laughs>。ちょっと、え全然意味わかんないですけど。なその、ストレスの量で言うと、そんな感じかな。うん。あとは、その、家に帰ったら、妻が、かきおきで実家に帰りますって言ってそれで、えっと、2週間ぐらい連絡が取れなくて。で、なんかいろいろ、 ね、その各方面に連絡して、えー、そしてやっとその妻の実家まで土下座しに行って帰ってきましたこれ疲れますよねそんな感じかなれ疲れの量で言ったらね <laughs> これもなんか <laughs> そんな感じっすよでそうするとさやっぱ2ヶ月ぐらいやっぱ動けないみたいなのあってさでまあもちろんそのやるべき仕事っていうのはやってはきたんだけど その放送だとかメルマガとかはちょっとねその心の中のエネルギーみたいなものがやっぱり必要になってくるんで <laughs> あのできなかったのよ。で、えっと、あのー、昨日の放送でも言った通り、えー、っと、 メルマガは年明けに再開していく予定で今着々と準備しててシーズン5としてやっていくんでね。で、ちょっと面白いことを毎月していこうかなと思ってます。はい。えっ、ー、と、それはね、また発表します。で <laughs>、で、実はね、昨日アップロードした、えっ、ー、とね、動画ってね、 結構前に撮ってんのよ。もう3週間ぐらいあるかな。えっとね、実はね、11月の半ばぐらいからは、もう、あの、録画とかはできるようになってて、ただその、再開するタイミングが、まあ2ヶ月ちょっと待った方がいいかな、みたいな初版の事情もあってね。で、そんなだったんだけど、あの、撮,撮るのは11月中旬からと、結構ガンガン撮ってて、<laughs> 実は年内もう撮り終わってんだよね <laughs>。で、どんだけ撮ってんだって話なんだけど、まああの、 頑張りましたでえー、っとねで今日話したいのは勇敢陣内なんだけどちょっとそのニュース触れる前にそしてそのプレミアム放送もちょっとどっからかは再開したいんだけどそれもちょっと休憩中なんであのー、ニュースは年内にはちょっと触れていきたいかもしんないですけどちょっとね旅行をしたんですよ。 で、これが、えっと <coughs>、12月6日ですけど、あ、6日か、今撮ってるのは12月6日なんだけど、えっと、11月の29日から12月の4日か、えっとね、5泊6日ぐらいで、僕ね、旅行してきましたわ。これ、一人で。で、もう、あの、本当に自費でというか、あの、本当普通に、その、平場の、 一人旅というか、これだから <laughs>、ちょっと説明必要なんだけど、あの、そのね、自費でね、ホテル泊まるみたいな、実はコロナ禍ぐらいから、ちょっとルーティンにしてて、秋口に。で、それは、んとね、そのコロナ禍で、結構、都心のホテルがもう、投げ売りみたいな価格で泊まれるようになってたのをいいことに、なんていうかな、リトリートっていうんですけど <laughs>、その、 一年の振り返りをして、次の一年はどんなことをしていくべきでしょうか、神様、みたいな、そういうこう祈りというのかな、その内省というのかな、うん、そういう、まあ、リートリートとかって言われるんですけど、そういう時間をちょっとね、わがまま、生意気だけれども、取らせてもらってたの。ね妻にも、えっと、お願いして、負担をかけるからね。で、まあ、妻もね、本当にに快く送り出してくれてて。 で去年もそういうことをしましたね。うん、だけどさすがにねあれなんだよね。あのー、あれ去年してないかもしれないですね。一昨年が最後かも。ちょっとそんなまあちょっと忘れちゃでえっとねでさすがにねその都内のねホテルはもう投げ売りではなくなってて高いのよ。でじゃあちょっとその遠く行くのありかなって。 つって探し始めたのねでそれがちょうどその人生を変えるような出来事があった時にいやこれはちょっとしっかりそのこれからなんかある種僕の中では第二の人生が始まるみたいななんか大きくステージが変わる感じがするんですよ人生がね。 でそれはうんなんだろう僕その就職して6年間豊橋市で働いてそしてこういう NGO の仕事をする時に1個ステージ変わったなって感じがするんですよ。でうつになるじゃないですか。でうつから治った時にまた新しいステージが始まったなみたいな。でその次なんですよそれぐらいの竹の節目みたいな感じででその竹の節目は毎回なんかバラバラになって。 自我と人生の破片をもう一度拾い集めてあの再構築するっていうのかなディコンストラクションとリコン,コンストラクションっていう考え方があるんだけどなんかそんなことが起こってる感じがすんのねで今回まあこれはそれだぞと思ってん <laughs> でまあついてはやっぱこう神様に祈ってからやっていきたいなと思ってね <laughs> であのー どこでもよかったんだけど、言ったら。全国どこでもよかったんだけど、一個思い出したのが、これきょ去年ね、その、えー、僕、多分ポッドキャストで話してますけど、秋に、その、うつが治ったか治ってないかぐらいな時期に、まだ薬飲んでるぐらいの時期に、えー、っと、岡山にね、一泊で、その、まあ、講演会みたいのがもう、ね、 そのもう年の初めに決まってた仕事みたいなのがあってでそれまあ教会大きな教会でねその地域の方々も来るようなイベントで話すみたいなやつなんですけどでそれをそのコーディネートしてくださった方の話をちょっとしたんですよ去年のポッドキャストねヘビーリストの,あの方は覚えてるかもしれないけどでそれがすごくねその方がまあえ当時 の時点で結構、ポッドキャスト聞いてくださってて、だから、陣内さん体調悪いっていうのは知ってくださってて、で、だから、すごく <laughs>、あのー、配慮を持って、なんていうのかな、あのー、ちょっと、静かな場所で休めるようにしてくださったりとか、あとは、その、ほっ,とってくれた、その、ホテルも、すごく、いい、なんていうのかな、あのね、高いっていうんじゃなくて、いいホテルなんですよ。えっと、えっとね、 これシティホテル岡山桑田町って言うんですけどこれがねあの木村屋のパンっていうのがあるんですよ岡山にでこれはもう岡山県人しかあんま知らないぐらいのパンでパン屋さんでローカルなパン屋さんでなんかねその給食のパンってその岡山県以外の、えっと、県とかだとまあ言ったらその山崎とかそ大手が、ね、支配するじゃないですか京ね 要はその入札式でさいや割と大手が強かったりとか流通とかもだけど、えっと、多分今でもそうなんじゃないかなと思うんですけど岡山県下の小中学校の給食って木村屋のパンなんですよでその木村屋のパンの直営のなんかえっとホテルっていうか,なんか木村屋のパン屋さんが付属してるんですよどっちがどっちっていう なんなんどっちが親会社とかちょっと分かんないんですけどそ,そんななんですよ。で毎朝その木村屋の焼きたてパンがその食べられると。でその値段的には別に他のそのねえっと岡山駅の近くの、えー、ビジネスホテルとさほど変わらないしで朝食の値段もまあまあ今日日日ね1,000円前後とかなんですけどまあまあ 良心的で,そで、クオリティがいいから、これ、もう一回あそこ行きたいな、みたいなのもあって、で、いろんな理由があって、で、他は、まあ僕、その倉敷市で、えっと、10歳から18歳まで過ごしてますから、まあ、ある種、こう、故郷の一つでもあるわけですよ。自分がね、一番多感な時期に過ごした時期、ね、場所だから。で、なんかこう、やっぱ言うじゃないですか、その、迷ったら、 原点に変えれ、みたいなこと言うじゃないですか。ってか今僕が言っただけなんですけど <laughs>。なんか、なんていうの未来が見えない時は過去を見よう、みたいな話ってあるじゃないですか。ね。だから、今未来が見えないから俺。涙で未来が見えなかったからさ、俺。<laughs> だから、あれ涙で未来が見えないなと思ってあ、じゃあ過去を見ようと思って、で、その、自分の原点。 の岡山ですごいねリトリートするのがなんか良さげだぞとしかもあのホテルもちょっといい調べてみようっつったらまあまあこれリーズナブルだなってなって <laughs> で調べてでねであと他にも実は理由があってその僕その親友が香川県に住んでいてで、ね、ずっとこう会いたいなと思ってて、えっと、去年ね一回あの軽井沢で会ってはいるんだけどあの やっぱ、がっつり話せてないから、オフラインで。えー、っと、2019ぐらいが最後かな、そういうふうにがっつり話したので、だからちょっと会いたいなと思って、あ、それ岡山と香川って超近いんですよね。<laughs> あ、ほんと近いです。あの、車で1時間とか、まあ電車でも1時間とかなんで、瀬戸大橋あるからね。だから、その中間とか、僕が岡山行って香川から来てもらったら結構いいぞ、みたいな。なんか、いろんなことが、パズルがハマっていき、 そして、おし、岡山、過ごそうと思って、で、妻にも言って、で、えー、でちょうどだから僕、11月28日がね、誕生日だから、まあ、新しい僕の人生の誕生日みたいな、ちょっと、節理的な日でもありますし、えー、と、まあ、自分、神様からの誕生日プレゼントだと思うと思って、え <laughs> っと、行ったの。で、あのね、これ、すごい、今、いろいろあって、 あのまずね、そのえっと、っと取たチケット取ったの10月の初め頃だと思うんですけど、これがさ、そのわかんないよ、今のその飛行機の事情とか。だけど、そのアナの僕はえっとオフィシャルサイトで取ったんだよ。ねで これが、なんかね、多分ほんと、もう、オフシーズンだとか、あとその曜日だとか、いろんな兼ね合いで、そのね、すごかったでしょ。片道、行きは8600円。羽田から岡山。で、帰りが1万ちょいとかなんで、えっと、往復2万ジャストぐらいなんですよ。すごくないですかこれ <laughs>、だって、往復2万って、多分、あれと、 今日から名古屋行けないぐらいなんじゃない行けるか、ギリ行けるのか。大阪は絶対行けないですからね。でもそんなですよ。そんな、しかもなんか LCC ぐらいじゃないですか、多分値段としたら。で、なこんなことあるんだと思って。で、超安いと思って、飛行機がね。でも本当シーズン的なことなんでしょう。で、まあそ、それもラッキーだったし。で、でえー、っと。 で結構まあその落ち込んではいたけどなんかこう自分をリセットする旅にもなったらいいなみたいななんか失恋した OL さんが一人旅するみたいな気持ちもありえっ <laughs> とまあ神様に祈るぞっていうのもありええー、いったという話をこれからしようとしている <laughs> ででこれだから、えー えっと、今日で終わるか分かんないような <laughs>、あの、割といろんなことがあったので、なんていうかな、僕、話下手な人ってこれを全部なんか省略せずに、無編集で流すから、ただ長たらしい話になっちゃいがちで、僕も話が上手ではないので、えっと、長たらしい <laughs> 話を聞かされたって思ったら申し訳ない。申し訳ないけど、なるべく、その、 僕の師匠であるね伊集院さんを見習って皆さん聞きやすいようにちょっとちょっと編集入れながら話したいんですけどまずそのねそれこそその僕飛行機乗るのがその去年のあ違う岡山であ,あれだその北海道行ってるわ今年は夏にねでそれ以来かそれ以来ぐらいなんで。 でもまあまああ久しぶりっちゃ久しぶりなんかねコロナ禍も挟んでのでさあなんかさその値段の話したけどなんかさ皆さんねそのこれ聞いてらっしゃる方国内線とかよく使う方かどうかわかんないですけどそしてまたそのライフスタイルとかにもよっても違うでしょうけど僕さなんか毎回。 回なんかこの数年羽田空港で毎回思うことがあってこれね多分皆さんも思ってる人多いんじゃないかなと思うんですけどあの飛行機に乗るまでに一体何枚の紙を俺はもらうんだろうって思いませんでわかりますなんか俺数えたら5枚とかなったんじゃないかなだからまずさそのチェックイン自動チェックインカウンターみたいなとこで。 発見すするんですよそこで1枚じゃないですか。でえっと荷物を今ねウィーンって羽田だとね自動でやるじゃないですか自分でタグつけてでその時に荷物引き換え券もらうじゃないですか。でえっとねであれなんですよなんか手荷物をチェックするとこでもう1枚確かもらうんですよ。確かね。うん、でえっと でその中入ります。じゃあ例えば69番搭乗口までね羽田長い通路を歩いてでえっと20分前とかになるとグループ A のお客様ねまずはそのえっと手助けが必要なお客様 アナ、スターライアンス、なんとかメンバーのお客様。グループ E のお客様みたいな。で、僕なんか通路側好きだから大体最後のグループになってるんですけど。で、最後のグループになります。そうしたらまたなんかもらうんですよ <laughs>。で、そこには最後の紙に至っては、なんか、その、あなたの席は何番ですっていうやつなんですよね。わかりますその、29の C ですみたいなやつなんですけど、それしか書いてないの。最後の紙に至っては。だけど、今までもらった、 3枚の紙の中の2枚ぐらいにはその、ね、29の C っていう座席番号はもう書いてるの。で何だったら僕予約した時にねあの僕は結構スマホを持ってないから印刷していくんですけどそれにも書いてるの。だからそのなんかこれ減らせるでしょ絶対。<laughs> これ何なんすかこれだから。俺すげー ずっとなんかここの数年思っててこれはなんかみんな思ってないかなわかんないよだからこれ聞いてらっしゃる方でいやいやアナで働いてるんですから全部必要なんですよっていう人がいたら教えてほしいんですけどあるいは羽田空港で働いてるんですけどっていう人がいたら教えてほしいんですけどでもなんかさなんかそのあのあの券をウィンって出す機械のメーカーとその メーカーの社長と羽田空港とかアナのその役員が、えー、親友なのか <laughs> 愛人関係にあるのか, <laughs> なんかこうそうそうじゃなかったらこれがある理由が僕はわからないのこれ何なの本当にでさこれは俺ね多分日本だけみたいに言いたくないけど俺その海 海外でこんな紙多いなって思ったことあんまないの。なんだったらなんか紙ないけど大丈夫かなっていつも海外の空港では思ってるイメージなんですよ僕の中では。このそのなんかここに日本の労働生産性の低さが <laughs> な,なんか日本人で勤勉で真面目優秀なのに労働生産性低いっていうのはなんか <laughs> そのね労働生産性と関係ないところに。 ね、労働が裂かれてるからじゃないですかなんか俺こ,ここに何かが集約されてるような気がしてならないんだよねって思ったことがある人は「いいねボタンを押してください」<laughs> でえー、っとで着きました岡山空港 <laughs> めちゃくちゃはしょったけどもうなんか空港から出れなくなってたから羽田空港から出れなくなってたから。<laughs> ついたんですよ <laughs> ででまあ僕はもうほんといつもルーティンですけどずっとあのラジオとかポッドキャストとかあのーダースレーダーさんのタイラン動画とかね聞きながらねあの行きますわで岡山空港着きますわで岡山空港から岡山駅のね高速バス超便利であれはねだから i し… あの去年からさらになんか良くなってたのは、なんかね、あの、あの、IC、えなんだっけえっと、いわゆるこう、スイカとかで乗れるんですよ、それに。それめっちゃ便利じゃないですか。なんかあのタグので、なんか、なんであれだけは剣買わなきゃいけないのってずっと思ってたから、その、羽田空港リムジンバスも今、券なんですよ、あれも。発券機でやってるんですけど、あれも絶対スイカにできるじゃないですか、技術的には。やりゃいいのになっていつも思うんですけど、まあわかんない。 でも、券を売ることで、何て言うのかなその、座席以上の人が乗ることを防いでんのかな。ちょっと分かんないですけど。ごめんなさいね。<laughs> でとにかくその、めちゃ便利で、スイカで買ってね。あスイカで乗ってね。で、岡山駅、どっち口だあれ、西口になるのかな。表と裏で言うと、裏の方に着くんですよね、空港側。で、えっと、着きまして、これがね、あのー、 僕って、その、行った旅先のスーパーに行くのが一番好きじゃないですか。知らねえよって思ったと思うんですけど、皆さん。<laughs> あの知らねえよって <laughs> 言ったと思うんですけど、皆さん。聞きながら。<笑><笑><笑>好きなんですよ、僕は。で、えっ、ー、とね、岡山駅のね、まさに駅ビル、 の並びになんか100均とかがなもう一番中心にはなんかもうシップスとか入ってたりするんですけど、えー、っと端っこになると100均とかになってきてでその100均の横かなんかの並びにな多分ねセブンイレブン直径のスーパー入っててでそのスーパーがその結構庶民的なその価格で庶民的なものを売ってるスーパーであこれこれと思ってそこに寄ったんですよ。 ビジネスホテルに行く前にね。で、えっと、そこでなんかもう俺、テンション上がっちゃって、4000円ぐらい買い物しちゃって、<laughs> いきなり、いきなり <laughs> で。で、何買ったかって言ったら、あんまりこう、皆さんに説明しても分かんないようなもんばっかなんですけど、例えば、あのね、おにぎりせんべいってあるんですよ。<laughs> で、これは、 あのー、あんま東日本では見ることがない、えー、とまあまあ普通のせんべいなんですけどあ,あれでもね時々最近見るようになったかなでも基本あれ本社がどこにあるか分かんないんだけど西日本のもので,で岡山でおにぎりせんべい食べたよなっていうイメージがすごいあってなんか岡山に行くとおにぎりせんべい買っちゃうんですよね僕ねであとは これは皆さんもわかる。カールね、うん。おやつはカールね。で、カールって2018年か忘れたけど、に、えっと、東日本での製造販売をやめたじゃないですか。だから、西日本のスーパーにはカールが売ってんですね。で、それも買って。で、あとね、なんかね、あとは、これは岡山に住んでるときは俺知らなかったけど、岡山の まあ地酒は絶対あるだろうなと思ってたけど、そのね、焼酎が結構いいのが、いいのがっていうかなんか、ぼっけえなんとかみたいなのが、なんかいろんなブランドがあって、ちょっとわど,どれが何かわかんないんですけど、いや、岡山の焼酎いいなと思って。で、ぼっけえなんとかをやっぱぼっけえだよなと思って。<laughs> やっぱぼっけだよな、岡山はと思って。ぼっけえっていうのはちなみに、あの岡山弁ですごいというね。だから、えっと、 名古屋弁でいうところのデラ。えー、北海道弁でいうところのナマラ。これが、えー、っと、岡山弁だと、ボッケーなんですよ。お前、ボッケーのって言うんですよ。ね、であ、ボッケー、焼酎を買って。<laughs> で,で、あとはね、あとはこれも分かる人は分かる、分からない人は分からないんですけど、僕、これは今年知ったんですよ、なだったら。それが、なんかね、この瀬戸内のものをここ置いてますよ、みたいなコーナーがそのスーパーにあって。 でそれもなんかその観光客用というよりもなんかちょっとしたこう地元の人も買ってもいいよっていうそういうセレクトスーパーセレクトショップスーパーの中のセレクトショップみたいな感じで,でその中にあのねこれわかるかな洋酒ケーキってのがあってねでこれは広島のものなので僕も全然知らんかったんだけど今年協会のある方が 広島出身ね。がに実家が実家出身あってで広島帰ってきたからっつってえっとお土産でいただいたその洋酒ケーキってのが広島のやつだよメーカーでそれがね僕衝撃的だったのでそれがねやっぱなんかこれ、まあ、知ってる人は知ってるんですけどあのびしゃびしゃなんですよ <laughs> もう嘘だろってぐらいブランデーが入って なんかこんなもんお菓子コーナーに置いちゃいけねえだろってぐらいビシャビシャなんですよ。<laughs> でその多分酔っ払うであれ。<laughs> ぐらいな。でなんかその感じもちょっとその岡山広島の,なんかこのワイルドさ。ね野生み。岡山とか広島って野生なんですよちょっと。野生みがあふれる。で広島の方がもうちょっとお上品な気がするんですよ。岡山はもう野生みでしかないんで。 だからなんか、その感じ、ワイルド感、なんか、東京でこのケーキの売り方しねえよな、みたいな感じとかで、そういういろんなのがあって、で、テンション上がっちゃって、4000円ぐらい買っちゃって <laughs> で。で、その日はホテルで過ごして、で、ホテルではもう基本、お祈りと読書なんですね。で、まあ、こういう時こそ読めるのが、割とこう、もう6000円ぐらいする進学書とか、僕、 新学書はもう図書館なければ読みたいと思ったら迷わず買うようにしてて。で、それは10年後に6万円とかで買いたくないからなんですよ。<laughs> 新学書って本当にその絶版になりやすくて、そうなった時の値段の上がり方が怖いから、読みたいと思った新学書は、えー、図書館なければもう高くても投資だと思って買うようにしてて。で、去年買った6000円ぐらいする新学書。まあ、ああのー、 新約聖書と同性愛という木、小林さんという人のね書いたやつなんですけど、6000円、そんなにしたかな、4000円ぐらいかな、ちょっと忘れたけど、それハードカバーで、これも500ページぐらいある。それを集中して読んだりとかしてたんですね。これはやっぱ家ではなかなかさ、寸断されたりするからね、子供いて。あこれもいいなと。で、読書して。で、祈ってみた。だけど、3人の人と会って、 ですよここまでで、ね、30分話しちゃったから来週に続くでもいいんですけどもう話しきりますね。<laughs> 来週はさすがにニュースとかも扱う扱えればいいなとは思うんでね。でえっとねそれがあのー、人が先ほど登場したその、えっと、去年このシティホテル桑田町を撮ってくださったその方なんですよ。 ででまあその方と,、えー、っとちょっと、ね、あのお店を予約してくださってね寝、ね、ご馳走そうになってねでまあまあ,あのいい時間でした本当に夢のような時間でしたわなんかそのえー、っとまあ今回その自分のお金で来てるしあんまりこうその僕は結構教会っていうのは仕事 結びついており、ね、教会に使える仕事をしてるからだからその教会関係の方と会うっていうのはちょっと仕事にな、ね、仕事感がありまたちょっと起こった出来事のデリケートさもあったから,だからそういう方とはちょっと今しんどいなと思ってたんだけどやっとその、ね、方は。 には会いたいたたと思ったんですよこれ不思議なことで多分まあポッドキャスト聞いてくださってるっていうのとまあ去年ね本当にあの話してなんか安心できるなと思ったんでなんか思い切って今度行くんですけどもしよろしければご飯でもっていうところからねあのそういう場所をセッティングしてくださってで僕より1個9個上ぐらいとかになるんですかね一、うんまあ、世代上の方なんだけどえっと ああなんかねそうそうそうなんか発鳥がとか多分そうそうそうえっと,と優しい方なんだろうなと思ったから話したかったで,で,、ね、であのその時間が本当にご飯も美味しかったし美味しいお酒を飲みましたであのいろんな話しましたであのねこれ、うん、で締めのラーメンも食べたそこのラーメンうまかったあれ。 やばかったです。で、<laughs> 本当に神様からの誕生日プレゼントだなと思うような素敵な夜を過ごし、でさ、その方が、その僕、去年11月に10、10月の最後の日だったかな、行った、で、その時までもポッドキャストちょっと聞いてくれてたんだけど、そっから結構もうね、毎日聞くようになってくださってたんですって、それでもう、通勤中のルーティーンになってて。 だから、なんか、その、これはだから、あんまりなんか自分で言うのも、本当に恥ずかしいというか、口はばったいというか、恐縮なんだけれども、なんかね、その、<laughs> その方が、その、陣内さんと今、こうして話してる、本当に自分が、もう、嘘のようです、夢のようです、みたいに言ってくださって。であの もう昨日からちょっと緊張してましたみたいな。いや、僕なんてそんなもんじゃないですよという気持ちは強いんだけど、でもね、考えてくださいと、陣内さんにとって、今、私が今、陣内さんを目の前にしてるっていうのは、陣内さんからしたら、伊集院さんを目の前にしてるようなもんなんですよって言われて <laughs>、それは緊張しますね、つって。それは寝れないですね、つって。で <laughs> <laughs> まあそんな風に思って <laughs> そんな風に聞いてくださってる方がいるんだなとかもちょっとなんか感慨深いものがあり、えー、そしてなんか岡山の話とかねでまあいろんな話しましたわその放送の話もしたらどの放送がおも面白かったですかみたいな話も聞いたりとか <laughs> あ,あとまあ教会の話だねあのまあまあ本当にいい時間だったんですよはい。 夢のような時間を過ごしです、ね、でえー、でその日にえっ、ー、とあと2人の方と出会うんですけど岡山ではでそれ以外の時間はお祈りと読書なんですねでえっ、ー、とその日僕あれ見たんですよあの昼に時間巻き戻るんだけど昼にその方とは夕方から会ってるんですけどあのこれはでももう一本放送が必要になっちゃうからちょっと とまた改めて話すかもしれないですけどあれ見ましたの首見ましたよあの北野武監督でこれはメルマガで僕絶対見るって書いたんですけどあの夏頃にえー、っとまあ今年絶対見る映画としてはもう首は外せないなと思っててなんかね「霧リの歌」っていう岩井俊二のやつも見たかったけど終わっちゃっててまあまあ,あの首は見るっしょ でこれねその聞いてらっしゃる方で首見た人がいたら語り合いたいんですけど僕はそのやっぱアウトレイジがもう最高に好きで,でやっぱ北の映画のそしてまたやヤクザというかさあそのねソそチネとかもそうですけどいわゆるこうたけしのそういうヤクザ映画に流れる もうねまあ、北のブルーって言われるんですけどそこはかとないその切なさと悲しさとそしてその死の匂いですね「タナトス」というかその突然人が死ぬんですよ竹けし絵画ってでその突然さがやっぱりすごくそのリアリティで今までどの映画監督もやったことなかったから海外の映画監督が北の映画に、ね、影響を受けてるんですけど。<laughs> そういう北の映画のそのシグニチャーというかこれだよねっていう感じそしてまた乾いた空気感とかいろいろあるんですけどそれらが、えーとね、首の場合は僕はだからその戦国大名っていうのは全員悪人で英雄なんかじゃないんだってとこからあの映画って始まってるんですねけしのねリアリ,リアリズムっていうかでそれがもう面絶対面白いじゃんって思ったし で、戦国大名なんて確かにアウトレージみたいなもんだなと思ったし、これは面白くなるぞと思って行ったら、えと、何があれかっていうと、僕なりに分析すると、結局、ごめんなさいね、なんか話しててわかると思うんですけど、そこまで僕、正直、なんだろう、行ってよかったですよ。見てよかったですけど、その北の映画の中のランキングみたいので言うと、やっぱなんか、だいぶ低くなっちゃうんですよね。うんでその な,なんでかなって後で考えるとそこなんですよ。その北の映画の切なさみたいのがないのと乾いた空気感みたいのがないのとあとは何よりたけしが一番怖いんですよ。その北の映画における一番怖い人って結構常にたけしなんですね。でアウトレイジとかも組長とかじゃないんだけどなんかこうほとんど何も喋らないんだけどめちゃくちゃ怖いんですよたけしがで。それが今回の首だとタケシって でその秀吉なんですね演じてる役が。でその周りの大名が明智光秀もそうだしでまあ織田は後で言うけどねその周りの大名黒田官兵衛とかその人たちが徳川家康もそうなんですけどそのあの辺の あと、まあ、利休もそうですけど、全員、すごいアウトレージの怖い顔をしてるんです。アウトレージの組長の顔をしてて、その腹の底が読めないというか、もう恐ろしいというか、まあ、狂気を秘めてるんです、全員がね。だけど、えっと、秀吉が一番常識人なんですよ。これはだから史実的にも、その、唯一農民出身じゃないですか、あの人。だから、そういう侍の男色って言って、まあ、当時、その、 今の LGBT とは全然違う文脈のいわゆるこう欲望の暴走としての女も行ったけど男も行ってみてえなみたいなそういう男色文化があったらしいんですよね戦国でまあ信長が一番有名ですけどでそういう感じとかを一番庶民として理解できないっていう視点を持ってるのが秀吉なんですよで武士なんですそうすると武士が一番怖くない人っていうか観客と一番気持ちが近い人になっちゃってる たけし映画におけるたけしっていうのはなんか理解を拒絶するところにその怖さがあってなぜこの人はこんな顔をしてるんだろうって思うと死に場所を探してたんだみたいなのが「そなちね」とかじゃないですか。なんかその感じがないっていうのが残念だったりとかあとその突然人が死ぬっていうのも現代劇だからドキッとするし息を呑むし怖いゾクゾクするんですけどあの戦国時代のあのリアリティラインで。 突然人が死ぬとそれは死ぬよね。って思っちゃうんですよね。<laughs> なんか死が日常にあるわけで、全勤代って前期でそうですね。うん、だからそれはなんかちょっとマイナスになっちゃうんですよ。どうしてもだけど、なんか大きなプラスが一個あって、それがやっぱ信長の造形はちょっと度肝抜かれましたよ。あの稼業の信長マジで、これはやばいなと思いました。なんか過剰でしたね。もう狂いつくしてましたね。 あんな狂気はなかなか見ないですね。あれ脳みそに焼きつきます。はい、もう、いかれきってるもん。もう本当に狂ってるか、えぇ、ー、違法な薬物の影響下にある人しかあんな人はいないですよ。<laughs> で、で、その信長って実際そういう人だったっぽいなとか思えてくるんですよ。だからなんかこう、 ね、歴代大河ドラマとか含めると何人の人が信長を演じてきたかわからないけど木村拓哉とかもやったんですかだけどあんな狂った信長は初めてだしそしてこんなに本当の信長はそうだったと思わせる信長も初めてで稼すごかったっす、ね、でまあネタバレになっちゃったらあれだけどでもで、まあ、何よりも、ね、終わり弁しゃべるわけですよこの信長が。 ね、でなんだろうなすげえもうゴリゴリの終わり弁で狂ってんすよ。でね「この世の全ての人間を血祭りにあげて最後に自分の首を飛ばしたらすっきりするだろうの」とか言うんすよ。もういかれてんすよねもう,もう狂気というかもう狂い果ててるっていうか。 なんかあれはちょっとすごい爪痕残したなぁ稼寮の信長みたいなことがありでそのねえっと親友のね、えー、香川に住んでるえっとね、うん、まあ長い付き合いですよもう20年近くになるかなあまあずっとなんかねあの。 同志というのか親友というのか何かしらこう人生で共鳴するものを大きくシェアしてる人がいてでその人とドライブしてでまあい,いろんな、まあ、とにかくその日はいっぱい話せればそれでよかったんで、まあ、ずっと話して車の中でも話して <laughs> いろんなこと話しましたわ教会のこととか人生のこととか仕事のこととか。 で僕を筋トレに導いてくれたのも彼なんですよね <laughs>。しゅんくん、筋トレ映像っつって言ってくれて、だからそれがなかったら筋トレしてないからね。とか。で、彼と和ザ山ハイランドってとこ行ったりとかしたんですよ。それで、あのテーマバッ入らなかったんですけど、僕、和ザ山ハイランドってもう、僕からしたらもう、あの本当にこう、両津勘吉にとっての花屋敷ですよ、浅草花屋敷みたいな。 ほんと自分のそのねオードリー春日さんにとってのとしまん延だったりとか西武園遊園地かだったりとかするわけですよ僕のなんかその青春の1ページなんですね和週3ラなドって <laughs> そこの前ちょっと車で連れてってもらったりとかあとはこれも僕のすごいその深い思い出の中に下田ホテルっていうのがあるのねでこれはねえっともう土地勘ない人 どうから下も何のこっちゃなんでしょうけど、あのね、えー、っと、いわゆる、その小島とかでいいのかな。ちょっとごめんなさい。え、玉島、小島。えー、っとね、要はその、えー、っと、和集山がある、その半島があるんですよ。で、そこから、えー、っと、瀬戸橋伸びていくんですけど、その瀬戸橋の麓あたりにある遊園地があって、で、もう岡山県の人ならもう。 幼少期の思い出としたワシューザンハイラの CM とか絶対みんな見てて。で、それがな,なぜかリオのカーニバルだって意味がわかんない。いまだにリオ、リオのカーニバル推しで、それがもう本当にわかんない。だから、そのワシューザンハイラの社長とリオのカーニバルを取り仕切ってる人が愛人関係にあるんじゃないですか。<laughs> 知らないですけど、<laughs> 知らないですけど、マジでよくわかんなくて。<laughs> で、で、その、えっと、その、は、えっと、 この,この和州その瀬戸大橋を望む、そしてね、えっと、瀬戸内海のビーチみたいなのもあるで、そういったちょっとした観光地があって、そこの下田ホテルって、まあ、下田グループっていうのがあるんですよ。でそこが運営してる下田ホテルっていうのがあって、そこが、えっと、当時、僕の父親が水島コンビナートの水島製油所ってとこで、今、エネオスなんですけど、昔は、えー、ジャパンエナジー,、えー、あるいはジョモと言われていた会社。 の社員でね、うちの父は。で、ハイオクガソリンとかを開発してたんですけど、で、その、えっと、ジョモの、ジョモが、要は提携して、いわゆるその、福利厚生で、えー、社員だったら、えっ、ー、と、会社通すと、1人1500円で泊まれるよとか、そういうやつありますよね。それだったんですよ。だから、会社の保養所で、で、毎年行ってたんですよ。小学校5年、6年、中1、2、3。なんか、まあまあ、 そん,そんなんなですよ。高校になったらさすがに行かなくなったかな、親父も単身赴任になって。でも、毎年行ってた下天ホテルっていうのがあって、で、それがまだ残ってて、でも、その建物の中とかはめちゃくちゃ手入れてるし、あれだけど、外観は基本変わってなかったりとかしてる形で残ってて、ちょっと、いや、ちょっとエモかったっすね。で、なんか、その、あ、これはなんかまあ、母親、 まだ70代でね、あの元気ですけど、あこれ、母親連れてきたいなとか思いましたね、なんかそんな一日。で、その次の日は、実はその <laughs> 僕の親友の弟さんというか、弟、ねあので、で、その方も、えっと、僕し、ずっと長い付き合いで、言ったら、その信仰の友でもあるんで、あのー、その次の日は弟さん。 とお会いしてで、まあ、あのポッドキャストとか聞いてくれてて結構時々こう政治の話とかするんですよね。であれですよだから僕に香川一九と、えっと、なぜ君は総理大臣になれないのかを紹介してくれたのは彼なんですけどでまあそんなでえっとでこの日はじゃあ昨日兄が、えっと、そっちの和宗山とか言ってくれたんだったらえー、じゃあ今日は倉敷の。 市内とか、あと、蔵島とか、俊君が住んでた、えー、ジ島とか行きますかーっ,つって言ってくれて、香川からね、来てくれてね。で、美観地区回って、そこでよ、これもう45分話してるんですけど、僕、<laughs> あの、そこでなんですけど、これちょっと2つだけ、最後2つだけ言わせて、もう、あの、もう終わるから、<laughs> もう聞いてねえか、<laughs> あの聞いてて、聞いててくれる人だけに言いますけど、あの、 これがねその倉敷美観地区めちゃくちゃ良くてでも本当に当時僕倉敷に住んでたのになんでそんなにその美観地区の良さを気づいてなかったかなって思うぐらいこの年になるとめちゃくちゃいいんですよ観光地としてもいいしあとはその大原孫三郎っていうそのね大原美術館日本 西の大原東のブリヂストンと言われるまあすごいし施設の美術館としては日本にもう。 日本が世界に誇ると言ってい美術館があるんですよロダンとかあるね。でそれはその大原孫三郎が彼はすごい人で石井十二っていうその日本の福祉の父と言われるキリスト教精神にね乗っ取った孤児院を始めた人のパトロンでもありそしてその文化芸術も大事だってことでなんとかっていう洋画家のパトロンでもありその洋画家がヨーロッパに渡っては買い付けて当時の,その、えっと、モネとかね。 ほンとかも本当に今もう価格つかないようなやつを買ってきて孫、まあ、三郎のあれでお金ででそれを施設美術館に展示していったのが大原美術館だったりとかでも本当大原さんという人の凄さを今回ちょっと度肝も抜かれましたねこんな人だったんだみたいなもともとなんか塩デザインをなしてで繊維に行ってで今その倉敷霊園倉れっていうね、まあ、世界的な企業ですけど。 そういったものの元の倉敷宝石みたいなのを作った、まあ、地元の大金持ちなんだけど特殊化でいわゆるその日本のベンジャミン・フランクリンみたいな人なんですよ、ね、後世に文化とか福祉とかあとそのマルクス主義の,その労働者の権利っていうこともすごく言っていた人なんですよすごい立派な人で蔵書とかの中には当然聖書とかも入ってたりとかするのも見させてもらって感動でしたねでいて <laughs> その倉敷の,の商店街を本当に10年ぶりぐらいに歩いたんですよ。で、それ10年ぶりっていうのは何かっていうと、えっと、僕、結婚した翌年に何かの機会であっちの方面に行った時に、まだ子供もいない妻を僕の,その母校を見せてあげたいなと思って、倉敷に一泊して、レンタカー借りてっていうことをやったことがあって、でその前でいうと、もう大学時代とかに戻るぐらい倉敷行ってないんですよ、僕。でその10年ぶりに で僕そのね記憶があってこれもう本当に探偵ナイトスクープ案件みたいなやつがあってそれがあのねこれねえっと中2か中3かいや高校入ってたか分かんないけどなんかね僕その倉敷南高校っていう高校に行ったんですよで総合選抜っていうのがあって当時の岡山県の受験のシステムでいわゆるその4つ倉敷市内に 進学校があるんですが、進学校ってね、その勉強する方の進学校があるんですけど、その高校っていうのは受験は全部共通なんですね。で、希望、第一希望、第二希望って書いて、大体成績いい人は第一希望に行けるよみたいな。<laughs> で、ここを A を志望したけど B に回されちゃったみたいな人もその,その辺はもう総合判断で上が決めていくんですけど、えっと、実は、 あのね、倉敷清陵高校っていううちの弟が行った高校っていうのが、まあ、一番歴史も古いし名門なんですよ。だけど、えー、南天城古城池っていうのがあってでその辺はやっぱこう最近できてきた高校だったりもするんであのなんていうのかな <laughs> まあ伝統はないから頑張って勉強生徒に勉強させて東大に一人を来るぞみたいな先生はやる気はあるみたいな高校で。でそういうカラーとか僕分かってないから当時。 家から一番近いからっていう理由で南を選んだんですよ。で、僕はまあごめんなさいね、これ、あの、まあ本当に生意気っちゃなまい。あの、本当勉強一個もしれなかったけど、目つぶっても受かるぐらい受かったんですよ。<laughs> あの俺が落ちたらもう誰が受かるんじゃって思ってたから、当時の僕は <laughs>。あの <laughs>、<あの笑>そういう憎たらしいやつだったからね、俺ね。で、まあ実際受かって。で、だからその、ルカは楓カと同じ。 高校の選び方したんで、すよね。近いいからっていう <laughs>。で、両南の監督が悔しがるみたいなやつなんですけど。で、えー、っと僕の場合誰も悔しがってないですけど。だけど多分、そのね、正解、今なら正解わかる。絶対、星稜行った方がいいんですよ。っていうのは、伝統がある進学校って、そのね、ガリ弁にならないんですよ。豊富も自由なんですよ。文化祭も楽しいんですよ。 だから高校生活が充実してなおかつ成績もいいのがやっぱり清涼なんですやっぱ地元の名門進学校って結構そういうもんなんですよだけど新なんか 新しくできた学校ってなんかガリガリに生徒に勉強させるからあんまり学生生活は充実してない割には名門校に勉強でも勝てないっていう変な感じになっちゃうんですよね。で、僕変な方に行っちゃって変な方じゃ変な方じゃないんですよ。今考えたら南だからこそ出会えた人もいるしよかったなとは思うんですけど。でね、ちょっと話戻すとその清流高校っていうのは駅の近くにあるんですよ。だけど南高校っていうのは駅から相当20 チャリでで行くようなところがああってハズレにあるんですねだからあんまり倉敷駅に僕縁がなかったんですけどでもそれでも時々倉敷駅に目的の、えー、行く目的がある、ね、数少ない目的の一つがえっ、ー、とねお好み焼き屋さんだったんですね。はい、でこれが これね多分その今清涼行ってる人とかうちの弟とかいわゆる倉敷で現役で中高生やってる人でもそして今までやってきた人でも知ってる人と知らない人がいるんですよこの僕が言ってるお好み焼き屋さんは。で僕実際今でも付き合いのある倉敷南時代の同級生が3人いるんですけど言ったらやっ知らなかったかなみんな。 みんなかかどどうか忘れたけどえった、と、たわけじゃなかったんですよえこれ知らんかえ俺だけとかなってでそれ考えてみたらなんかねその店ってちょっと変なところにあるんですよいわゆる駅前アーケード商店街があるんだけどそこのなんかねもう絶対この裏路地入ったらやばいことが起こるじゃないみたいな雰囲気の裏路地があるんですねでそのどん好きにあるんですよ突き当たりにあるんです で、なんか僕もそう言われてみればなんだけど初めてその店に行った時はなんかその同級生だか部活の友達だか,か忘れたけど先輩か忘れたけどなんかね「まあ、あのー、お好み焼き行くか」つってで、名前は古市っていうんですけど「古市知っとる」みたいになって「知らんの」つって。 今日ちょっと行くかみたいななんかその誘い方がちょっともう裏カジノに行くかみたいな感じの誘い方で <laughs> なんかあんまりなんか人に教えちゃダメっていうんじゃないけどなんかなんかそういう秘密感のある店ではあったなんかあんまポピュラーじゃないでその近くにぶっかけうどんの古市っていうのがあってそこはもう超ポピュラーもううちの弟とかも,もう通ってたぐらいのもう本当にもう倉敷の 中高生含めソウルフードといいいえばこののぶっっかけううどんの古市ってぐらいなんだけどそのからもうめっちゃ裏路地に入った確かにうちの弟も多分このお好み焼き知らないか覚えてないかなんですけどでそこが当時350円で広島風お好み焼きが結構ボリュームあるやつが食べれたんですよでまあそういうのもあってなんかちょっと裏,裏カジノ的な味で <laughs> そのちょ,ちょっとだからその,その誘われ方してるから次に僕友達連れていく時も ちょっとあのー、ね、ちょっと言えんけど、行こうや、お好み焼き、つって。<laughs> で、ちょっと、教え、人にも教えんなよ感があって。で、そこのお好み焼きが僕の中で人生ベストお好み焼きなんです。これもう思い出補正入りまくりですよ。もう完全にその客観的な評価はできないんだけど、広島風お好み焼きを僕が教えてもらった店なんですね。で、300 350円ですよ、当時。 いやでも場所とかもめちゃくちゃ僕方向音痴だしねなんかその覚えてないしいやこれは多分もうあとね何より潰れてるに違いないと思ってただからまあ見つかんないと思うんだけどちょっとワンちゃん探していいですかっつって言ったらもちろんいいよっつって言ってくれてで,でなんか緩和頼りに確かここ左じゃなかったかなっつって。 もう本当に僕の中ではなんかもう光がさしたんですけどこの路地だっていうのがあってでそのどん好き古市お好み焼きあったんですよそこ入ってで今えー、っとね広島風お好み焼きが今ねいくらになってたかな550円か650円のどっちかだわいやプレーンは550円だった可能性があるな で、なんか、イカ玉が650円とか、かそんなだけど、めちゃくちゃ安いですよね。だから、もちろん倍近くはなってるけど、このさ、30年ぐらい経ってることを考えたら、安いですよ。で、食ったら、本当にもう、当時の味をもう、なんかもう、脳の、なんか、何かの、何かの物質が出るぐらい、なんかもう、記憶が全部よみがえってくる感じっていうか。で、やっぱり、その、 失われた時を求めてのマドレーヌじゃないですけど、人間って最後の最後の記憶って嗅覚とか味覚になってくると思うんですよね。それがドバドバで、ちょっと泣きそうになりながらそれ食って。で、その方と、これもう一個だけ最後、まあ一時間になっちゃうけど <laughs>、喋りすぎてごめんね。ほ二回に分ければよかったと今更思ってるんですけど。で、その、その後行ったのが貫島なんですよ。で、貫島っていうのは僕が住んでた場所なんですね。 で、その、そこには何があったかというと、会社の寮があったんです。会社の寮っていうか、まあ、社宅です。だから企業団地です。でも今ね、昭和の文化で、この企業団地文化っていうのは、もう企業団地ってもうどこも辞めてんですよ。大企業とかも。でも当時は企業団地というのがまだ残ってて、そこから親父はその企業団地用のバスが朝来て、で、水,水島コンビナートにまで、えー、仕事しに行ってっていうのがうちの親父の生活で、僕はその企業団地で育った。 朝日ヶ丘小学校っていう、えー、小学校の隣にあるんですけど、だから家から1分、徒歩1分の小学校に通ってたんですよね。で、そこの企業団地って今、えっとね、エネオスになってるじゃないですか、会社がね、統合して。で、エネオスの独身寮になってるんですよ、今。で、独身寮がまだ残ってて、僕10年前にもそれは確認してたの。だけど、その、今回気づいたのがもう、えっとね、 当時、グラウンドがあって、公園があって、その一軒家的な社宅があって、めちゃくちゃ古いけど、で、さらに団地がで団地はもうなくなってて、みたいな感じなんですよ。で、風景すごい変わってんだけど、ここにグラウンドがあったんだよなっていうところに、あのね、いわゆるそのゴルフのさ、四角いネットみたいなのって分かりますなんかこう、おっさんが打ちっぱなす用の、 緑色の網やみがあってみたいな。で、ね、屋根があってみたいな。だから要はドライバーの練習をする用の、えっと、4メートル四方ぐらいのカゴみたいな感じってわかります。で、あれがあったんですよ。だから社宅だから多くのね、そ社員はゴルフをするだろうからってことであって。で、そこでよく親父が、陣内学ぶがですねあの、よくそこで、えっと、日曜とかに打ちっぱなし練習してて、 ドライバーの練習してて、俺はそれを親父にそのこうやってやるんだぞって,って教えてもらったりとかして、打たせてもらったりとかして、そこで一緒に。で、その思い出の場所があって、で、確かあの辺グランドがあったんですよねって言ったら、ぽロいゴルフのその打ちっぱなしなんですがもう、もう本当にもう、なんていうイオクみたいな形で、もう上にはもう。 葉っぱがもう積もりに積もってたわんでてでもうビサビですよ昔緑だったんだろうなみたいな色をしてて <laughs> であれこれ多分あの当時のやつ直したとかじゃなくて当時の30年前のやつが残ってますわこれってそこ行ってそしたらゴルフボールが落ちててでももう誰も使ってないです絶対だけど で、そこに黄色いゴルフボールが落ちてたから、僕、これを拾ってきたんです。えー、なんだろうな、あのー、まあ、陣内学ぶの DNA が1個ぐらいついてるかもしれないなと思いながら、<laughs> 拾ってきて <laughs>。で、これもなんかちょっと泣きそうになって、なんか、1日、僕、探偵ナイトスクープしてもらったなっていう1日だったな、最後の1日は。<laughs> なんかそんな。 和習、まああのー、ンアイランドとかも含めて2日間探偵ナイトスクープをあの親友と、ね、の兄弟にしていただいたみたいな、まあ、そんなことでしたねはいそんなで岡山から帰ってきて今があるんですけど、まあ、お祈りもして、ね、本も進学書も読めてごめんねもう1時間いってるね <laughs> まああのポッドキャストの人は、ね、あの流し聞きしてくれるから。 まあ,こんな時があってもいいかなとは思うんですけど、まあ、今日は本当にあのちょっと特別の回というか <laughs> すみませんこんな長く話すことは今後ありませんので反省しておりますけどまあそんなでしただけどなんかまあいろいろあったんだけどその最初の話に戻ると僕本当ねいい人生だなと思ってんのいやそれはあの何て言うのかな大変よそれ大変なんだけどなんかねすごい あーうーんまあその友達がいるとかねそうやって応援してくれる人がいるっていうのももちろんそうだしで岡山で本当に空を見上げながら最後の日ね後楽園を歩きながら思ったけどまあなんかいい人生だなと思いますはい、うん、そうそうそうでそれはなんつーのかな本当に大変だしこれからもっと大変になる気もするのちょっとこ,、うん、あのこれからまた言っていくけど。<laughs> えとだけどなんかその心の内からふつふつと湧き上がるそれでもやってくぞというエネルギーというかやる気というか希望と呼んでもいいかもしれないあ俺ってこのために今生きてるな生まれてきたなみたいのを感じたんだよその岡山城を見ながらねでもそんな風に人生生きれる46歳が 今日本にどれだけいるだろうと思った時にあなんか本当に神様俺を産んでくれてありがとう <laughs> この世に誕生させてくれてありがとうなん,かなんか安い言葉なんかすぐ生まれたことに感謝とか言う人を僕は一番疑ってるタイプの人間なんだけど <laughs> なんかそんな類のこと言ってしまって申し訳ないんだけどあのー、いや本当に いい人生だなとも思うし幸せだなとも思うしエネルギーが湧き上がってくるし内側から大変だろうけどやっていくぞと思ってるしああなんか人生使うてるな生きてるなあーなんか明日死んでも僕は本望だないや死なねえけどみたいななんかそんな感じだなうんなんかみんなのおかげですこれはこれを聞いてくださってる一人一人の リスナーのおかげでもあるし、祈ってくれてる人のおかげでもあるし、本当にありがとうございますということかな。ってことで、来週から本格的に放送が再開していきますので、また来週の夕刊陣内も楽しみにしていただければと思います。それでは1時間聞いてくださってありがとうございました。え来週またお会いしましょう。さよなら。